まさかのテイク3でございます。ゴーロクバーへようこそということで、テイク3わわわわですね。今日はちょっと謎の中国人飲み会ってわけじゃないですけど、謎の飲み会がございまして、まあまあアウェーな会だったんで、ちょっとあのいつもの自分じゃない感じで臨んだ結果、全く酔えない、全く食えないみたいな状態だったので、ちょっとフラストレーションが溜まっておりますけども、なんとテイク3、初めてですね。今回はバスケ未経験者対経験者チームではなく混合チームということで、五郎チーム対掛け算チームでやっております。表示が若干間違っておりますけども、なんとテイク3、テイク3なんで、もうだいぶ舌がねいい感じになってきてますけどもね。はい、あ、そんなこと言ってる間に1点決められてしまいました。このチーム実はね右手の薬指折れてましたマジで、あの突き指かと思ってほっといたというか、突き指だと思ってテーピングしながら、あのこの間、まあこの試合と先週2週続けてバスケめちゃくちゃやってたんですけど、まあまあ痛えなっていうのと、あのこの試合終わった後サイゼリアでランチミーティングしたんですけど、まあまあ曲がってますねって言われて、いやこれまあ下手したら手術とか言われる可能性ありますよって言われて、ちょっとさすがに心配になって、まあたまたまあの1ヶ月前ぐらいに海外旅行保険入り直したっていうのもあったんで、思い切ってというか、もう病院嫌なんですけど病院に行ってみたところ、折れてますと言われまして、猛烈にショッキングなゴロでございます。そんで今ジムハイボールを飲みながら解説をしてるんですけども、猛烈にググったんですけど、まあ骨折してる時に酒を飲んでいいのか否かみたいなやつでいくと、 1,2 杯は飲んでもいいっていう見解な方が多い、まあ、先生も含め。なので今解説しながらめちゃくちゃ痛いのはなぜなんだろうって今振り返ってたんですけど、まあ、今日まあまあそんなに酔ってないものの許容範囲超えてんのかなこれと反省してる頃でございます。すか薬指痛い。だからちょっと今薬指固定しました。一旦シャワー入ってで薬指に湿布意味ないって言われたんですけど、湿布してでギブスみたいなやつつけてテーピングでぐるぐる巻きにしました。痛いということでね、試合に戻りましょう。2対3ということで掛け算チーム、勝ってます。いやーちょっとねやっぱね怪我だけはね注意してたんですけどね、怪我には注意してたんですけど、さすがにやっぱね突き指とかあるよねバスケだから、なのでちょっとまあたまたま右手の薬指っていう日常生活だとあんまり使わない指でなんで、まあ大丈夫かなと思ってたんですけど、実は薬指猛烈に使うっていうねことを今回の骨折で学んだ頃でございます。まあまあ薬指
使えますね。まず箸が使えない。なので今あの左手で食べてます。マジでこれはね一番困るですね。あと2つ目字が書けない。あの僕意外と手帳派なんで、手帳にまあ当然スケジュールは書くんですけど、スケジュール以外のその日感じたことであったりとか、その日意識すべきことみたいなやつを結構手帳に書き込むタイプなんですけど、書けねえ。で、左手で箸はまあまあ使えるんで、まあ食べれるは食べれるんですけど、左手で手帳に思ったことを書くっていうのはまあまあできないで、結構それが困るの。書けないっていうね。で、あともう一つちょっと困ったなっていうことがあったんですけど、なんかまあそんなに思い出せないんで、まあ、大したことではないのかもしれません。ということで、全く試合を解説しておりません。申し訳ございません。ということで、五郎チーム、五郎、邪剣吉崎、邪剣吉崎、一平ちゃん、野尻さんのよりですね、もうめちゃくちゃ心強いチームですね、これね。シュートうまい、ゴール下強いみたいなね、そんなチームでやっておりますけども、かけさんチームはかけさん、水野さん、シュさん、王さんということでね、結構シューティング得意みたいな感じのチームでございます。5対5、今回7点マッチでやってます。さあどうなる。あのこの間も言いましたけど、なんか一平ちゃんのあのユニフォームかっこいいよねって言ったら1点決めましたね、一平ちゃん。まあ結構まあバスケちょっと面白いなっていうのは、ちょっとファッショナブルみたいなねところも見れるっていうのが個人的にはちょっとツボにはまってる部分でもありますね。というじゃあ自分はどうかというと、上はティンガ T シャツ、下はデカスロンで初めて買ったバスパンみたいなね感じなんで、おしゃれ感度ゼロ人材なんですけどね。なんかみんなおしゃれ、よくよく見るとみんなおしゃれだよねやっぱね。ということで五郎チーム、リーチですねと思いきや決める。だからバスケ×ファッション×D2C みたいなやつはちょっと仕掛けてみたいですね、個人的にはね。正直ちょっと決めちゃって、五郎チームやばい。ほら王さんあの角度でフリーで打たせてダメなんだよね、ほんと。6-6。さあ水野さんどう攻める。おっとスクリーン来た。おっとおお、どういうこと。どういう状況。あ、何かがあったのね、今。何かがあったっぽい方。何かがあったんでしょうね。チャンス、前棒。野尻さんらしからぬ。まあだから
あの前回でも言いましたけど、あるんのよ、外すのよ本当に。だイチロー、おっと、そんなことを言おうとしてたら、あ、負けました、すいません、応援よろしくお願いします50歳からのバスケということでお願いします。